グリフォン・ブルード・ガスコーニュは、フランスのピレネー山脈地帯原産のセントハウンド犬種の一つである。グリフォン・ブルード・ガスコーニュ寒さに強くかつ屈強で、足場の悪い山脈地帯で狩りをするのに適した犬種を目指して作出された。1700年代にプティ・ブルード・ガスコーニュをベースとして、グリフォン・ニベルネ、グラン・グリフォン・バンデーン、フレンチ・ワイヤー・ヘアード・ポインティング・グリフォンなどを掛け合わせて作られた。 本種は様々な獲物を狩るのに用いられた。ノウサギやキツネといった小型獣だけでなく、鹿や狼などの大型獣まで狩ることができる。パックで獲物の匂いを追跡し、発見し、小型獣の場合は自力で仕留め、大型獣の場合はみ留めなどを行い、主人に留めを刺してもらう。1960年代に獲物の減少によって需要が失われ、 ほぼ絶滅の状態に陥った。幸い少数だが熱心な愛好家がいたことにより保護が行われ死滅寸前のところで何とか種として復活することができた。しかし今日もその頭数は非常に少なく絶滅が危惧されている。フランス国内でもかなり珍しい犬種でまず国外でその姿を見ることはないと言われている。大半が消毒区として飼育され、 ペットとして飼育されているものは数少ない。また、ブルードガスコーニュ犬種の中で最も生存頭数が少ない。ボサボサした硬いラフコートが印象的な犬種である。眉毛や顎ひげ、口ひげもあり、他のブルードガスコーニュと一風変わったいデータを持つ。この毛は防寒性を高めたり、雨風をしのいだり、やぶや獣の牙から身を守るといった鎧のような役割も果たす。 毛色は他のブルードガス購入と同じで、ブルーローンをベースとして、ブラックのブッチとマーキング、そして目の上やマズル、胸部、足先などに、タンのマーキングが入ったもの。筋肉質で引き締まった体を持ち、マズルは短めで、ストップは浅い。耳は長めのタレ耳、尾は細いタレを。体高はオス50から57センチメートルでメス48から55センチメートル、体重は 死ゆともに18から 20kg の中型犬。性格は陽気で、友好的、熱狂的でせっかちである。頑固で独立心が強く、狩猟本能が高い喫水の良犬気質を持つ。しつけは、主人から飲み受け付け、状況判断力は高い。運動量は普通で、かかりやすい病気は地肌が蒸れて起こる、皮膚疾患や、コートが目に入って起こる、目疾患などがある。 ありがとうございます。